徳川様の誕生日会にやってまいったぞ。わしが加藤清正である。みんな参加に立つと申します。皆の衆よろしゅうさんじゃ。我が名古屋大宮出身の会パわしが出た途端に消えたかと思われました。いや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 、そのような低姿勢で来られてはこちらも緊張いたせますのでな。さあ、その緊張さまでございます。すいません、どうも。素晴らしい。お土産は早い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 。これから今から今から今から欲しがりますね。欲しがりますね。大丈夫でござるかい。大丈夫でございます。いやー、改めてこのような握り式の時にお招き預かりまして誠に正しげのございまする。いや、硬い硬いどうぞリラックスリラックス。さようでございます。この後だんだんリラックスしまいますはい、最初はやっぱりこの慣れない雰囲気に、はいはい、この加藤清正さ探り探りやっておりますけど岡崎城は初か。岡崎城は最後でござるね。このようなところに招いていただいては初でござるゆえ、まあ、今探り探り状況を見ながらやっておるところでござるけれども、まあ、しかしなあ達夫よ、お主お主完全にマイク口から話しての言っておったけれども、そうそうたる皆様が集まっていただいております。さようですね。金沢百万石の方々の華麗な舞に始まりじゃ始まりまして、そしてその後この宮城になるなこの煙隊の方々もおり、素晴らしかった。はかなくもこの希望のある感じ、はい、ありながらそして、まだかまだかとたぶんしばしを待ち我々な、はい、そんなそうそうたる面々が、演舞あるいはライブこういったものを やっている中 で我々2人編成でやってくるという、はい、いやー酔ってくれた、やるで勝負するということだからね。演舞のできない編成で何しに来たんだっていうか、まあ、しかし、まあ、先ほどからお待ちだというふうに言うので、はい、そうだね、それ、まあ、終わりという終わりではござらんけれども、はいはい、まあ、我々からも一つこの誕生日に合わせての献上品をおー、ご用意しますね。それでは達夫よ、はっ、まずあれ持ってまいれば無理死んでいいぞ絶対嘘、無理死んでいい。じゃあなかったらなかったでいいんですかね、このいいちょっと笑えたけども欲しがり欲しがり、いや、大丈夫ですか、おー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 、なんじゃなんじゃなんじゃ、こちらはさあさあ、まずは我ら名古屋おもてなし武将隊、10名おりまするが、それを代表に出して、まずはこちらの献上品をお届けする。達夫よ、ご説明申し上げよ。はっ、こちらですね、拙者達夫、達夫農園なる農業をやっておりまして、今年1年、米を作りをしておりましてですね。なるほど。はい、ダッシュ村みたいなやつですね。自然薯とかいろいろ作っとるんですが、次収穫を迎えまして、子供たちと共に作ったこちらの達夫の米をですね、徳川家康様に献上いたしたいなと思っております。新米だ、新米でございます。ありがとう、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとおーまでございまするが、まあ、しかしそれなりの重さがござる。ずっしり。なんとの達夫よ、そうそうたる面々が演舞を披露いたした上に、先ほどはお師匠の方々がじゃ、はい、米を献上したと言います。米ですよ、一番危惧しておった。おお、そうじゃ、打っちゃならんと思ってね、いろいろ考えたんですけども、この比例ぶりならないから、はい、しかしこれ、ずっしりと重く重い、それなりの。ちなみに、地元愛プロジェクトという、はい、やってるものじゃろ、はい、はいはいはい、こちらそうなんじゃ。記録作文も何かやっておる。あ、さようでございます。こちら、はい、先ほどダッシュ村みたいなものやってるよという話でござったけれども、我々名古屋おもてなし武将隊は、今年から始まった企画でござって、地元愛プロジェクトなるものをやっておる。で、地元愛プロジェクトとはこの東海圏の隠れた魅力を我々10人おる面々がそれぞれ別々の分野で南に発信してまいろうではないかと。そして地元の方にはそれを誇りにも思ってもらって、そして外からやってきた者たちはそれをこうぜひ知ってもらって、こう地元の者たちからも発信してもらいたいということで、まあ、例えば達夫は、はい、
農園を開いてるんだな。そうですね、農園で農業の魅力をみんなに伝えてるわけですね。かつてはもう肥沃な大地でこの辺りは、はい、あの米生産しておったということもあって、それがめでたくこたびこのように、ね、収穫があり、収穫ができるわけですね。そして、わしかと清正は、まあ、戦国時代は守護であったという関係で、東海家は実は非常に酒どころであるということで、その酒の魅力を広めてまいろうということで、まあ、主に酒を飲むという羨ましいな。任務と称しましてですね、毎日酒飲んでますからね。うちの酒ちょっと負けないの、毎日500のあのビール5本飲んでるから。そう、言うな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 、小さな体でよう飲みろって言うな。いや、実は判定この機に際して、昨日も実は岐阜県の酒蔵を3蔵回ってまいて、3蔵回ってまいて、しこたま飲んでから鍛錬出してこちらにやってます。飲んだと鍛錬がありましたね、我々。そうなんですよ、はい、足ほとんど動かんかったけど動きませんでした水拳みたいなもんで。ぜひね、わしもね、今度ついていきたいと思いますよね。あー、さようでござるな。じゃあちょっとその辺は後で裏でちょっと調整をそうですね、スケジュール調整調整をしていただいて。ちなみにじゃあ、もう一個とかないの？酒とか持ってきてくれたら。実は酒の仕込みがまた1月から始まる上にござらんのだけれども、まあ、しかし、初めてお呼びいただいたということで、これはあの武将隊から、そして私加藤清正からは個人的にちょっと献上品がございます。おお、辰野よ、は持ってまいれ。は一体何が次は。意味な、いやいやいや、意味深なことなんです。個人的にということですか。清正とやることはね、まあ、しかしこれはまああの初めてこのような場でお会いをいたしたということもあるゆえ、それに対して、個人に持ってまいったということでございます。清正様、お待たせいたしました。ではちょっと槍を持って、ではこちらが、拙者が選んでまいったまんじゅうに飾ります。まんじゅうとはちょっと待てよ、ちょっと待てよ、待てよ、いかがいたしましたか。まさかあの秀頼様、いや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 、とんでもございませんぞ。確かに1611年に二条城で当時の豊臣家の当主であられた秀頼様と大御所であった徳川家康殿のこの会見王者が和平会見を取り持って、その際に日の本の者の中には、その時に家康殿が毒まんじゅうをわしによこし、そのため体調を崩し翌年に行ったと。どうなんじゃな、実際に言う言う、そんなことは思っておりもさん。確かに二条城会見の後ちょっと具合悪くなったけど、殿も貝の天ぷら食べ過ぎて具合悪くなった。具合悪くなった偶然だと思ってるに、もしあのお口に合わなければ、それ仏前用のやつなんでしょ。ちょっと貝に足が毒味させていただきます。わしもあの後で貝の方々で一人一個ずつ持っていただいて、せーので食べていただくとちょっと嬉しいなちょっとちょっと抵抗もんな感じの、決して毒ではござらんから、完璧に根幹されてるねんと。えっ、いうことがあるかもしれんゆえ、ぜひちょっとちょっと、いやいやいや、それは後ほどという後ほどということで、これはあのあんこは年やるかそこ腰とあのちょっと粒も入っておりまして、確かに殿は腰穴が大好きですからね。あ、さようでございます。お口に合えば、あの、よろしい。なんか、闇神な言葉じゃなぁ。まあ、その前に、カジキに行ってなったことを。スポーツさんが先ほど言って。同じことを言いましたね、先ほど。さようでございます。はいはい。じゃあ、こちらをちょっと返上いたすということで。ありがとうございます。ぜひ、おはぎにしていただいて。そして、いよいよね、はいはい、展開地決定戦が始まるということで、昨年は我々は惜しくも2位だったんじゃがね。いやいや、ヒヤヒヤいたしたよ、はい、あの発表の時じゃな、3位、2位、1位と発表していたしてまいりたい。気が気じゃなかったな、わしらもな、ね、ドキドキいたしまして。本当に今年もガチンコじゃぞ。さようでござるな。まあ、天下一がある前に、うん、いや、おっ、おい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 、やっぱ整えられました。いやいやいや、そのようなことは申しておらん。先生、どうも勝負いたしましょう。そうしたら影武者強いけどね。あ、さようでござったか。ではその時、鹿と顔を確かめておきます。今からもう天下一の戦いは始まってる。始まるよ、もう始まってるよ。来年こそはやはりわしらが1位取ってみせるんでな。
こちらも負けもんさんよ。わしらも、まあ、わしらも正々堂々と受けて立つ所存であるゆえに、ここに盛り上げてまいろうぞということでございます。ということで、じゃあ天下一のね、成功を記念して勝ち抜きの勝ち抜きだな。そうだな。それでは、方々と一緒に心を一つにしてまいり、そして天下一の成功も記念してまいりたいというわけで、僭越ながら、では、弟子加藤清正がやってまいります。それでは、皆の衆、拳を掲げるとした、ここにいる皆々の幸せと天下一演武決定戦の成功、そしてグレート家康公及び武将隊が無事に参加できることを願って、はい、あれい あと誕生日も入れてくれ、あれい。そしてグレート家康公は徳川家康の生誕祝いを狙って勝ち抜きし